ドスコイペンポークゲームでございます。最新エピックガチャから登場した史上最強ダブルブースターウリヘルスミッションできたでございます。まずガチャ当たり度はトップオブトップレベル、ロナウジーニョと同格級で強いので、ぜひですね狙ってほしい選手、めちゃくちゃ性能えぐいからね。それでは早速見ていきましょう。プレイスタイルが2列目からの飛び出しということで、ここ過去ヘイネスと同じですね、エピックので。違う部分が能力値だね。ざっくり今回のヘイネスこんな感じなんですけど、ぶっ壊れすぎじゃね。攻撃力が過去ヘイネスよりも上がってて、守備力が下がった感じですね。デフォルトブースターがシュートはプラス2で、クラフトでテクニックブースターつけました。これによりですね、パス数値やはりもうちょっと欲しいといったところで、パス2振りでも80近くまで上げることができてね、長所であるドリブル決定力に身体能力面ですね、ここも高水準で保てて、さらに過去ヘイネスよりもですね逆足の頻度が高いとね上がってて、さらにですね今回スキル面、こちら特殊スキルブリッツカープ持ち。他のスキルもね、足裏根幹にライジングミドル、ワンシューするパワー、ピンクロチェイシング闘争心とね有能スキルを持ち合わせており、追加スキルはこんな感じですね。ダブターワンパーチクルアウトスピンで、もう一個はね本当悩ましいところでまだ迷ってるんだけど、ダブルタッチは確定で欲しいところですね。メイン仕様楽しみすぎますね。それでは4222の OMF で最強ヘイネス使っていきます。自分はテクニックブースターをクラフトしたんですけど、他で言うとボールキャリーとかもおすすめだね。よりヘイネスの突破力の火力を上げていくという意味でも隙のないね究極完全体ヘイネス見せてくれ。正直能力値がね過去ヘイネスとじゃあ全く違うかって言われるとそんなことはないんですよね。そんなことはないんだけども、やっぱ強いね今回のヘイネスは。怪物だってさあ行こう行こういけるいけるいけー、いきなりうおかー、ダブルダッチキャンセルブリッツ。カーブ数字もね80ぐらいあってね割と使いやすいので、ロナウジーニョ、ヘイネス早いぞ。いやここでフィジカルやば、今のやばくない？アーノルドにフィジカルで、今作のあの独特なモーションだよね、やっぱフィジカルコンタクトっていう。ヘイネスの足裏ダブタからインパクト、キック力とね、やっぱ今回の決定力っていうのはヘイネスの魅力的なんで、ダブルタッチつけたらね、もうこんなシュートもバンバン打てちゃうんで、まあ、つけなくても正直やれるっていうのは強みだけどね。さあ、どんどん行こう。行こう、ヘイネス！ライジングシュートを持ってるから、行っちゃおうぜー！ライジングではないけど、得点がもうバンバン入る。ドリブルのさ理不尽感半端ないよな。さあ来た、理不尽を見せつけるフィジカル、えぐい、これは環境トップだろ。ちょっとさすがに強すぎるね。ディフェンスが横から来てももろともしない。アーノルドを片腕でぶっ飛ばしていきました。いけるかな。さあ行こう、ダブルタッチキャンセル、インパクトブリッツ使わずしても怪物。いやここはねもうヘイネスの飛び出しタイミングといい得点力といい全てが揃っております。決定力90乗せのヘイネスのレベチ、あー危ない、キーパーナイス止めてく。リベリーの動き出しうまかったけどね。俺らの守護神チェフがいるんだ。いやこれチェフよく止めたよな、反応素晴らしい。ニア守備守備守備、パスコースを削りながら裏っぽい可能性もあるがカットインだ、ナイス、しっかり守っていく。一試合目からもうベストゲームぐらいの活躍、4得点1試合目でシンプルにも
俺はブリッツなんかいらねえっていうね、そんなヘイネスの声が聞きましたが、さらにそこにブリッツを持ってるね。この試合はフィニスドリブルとブリッツガードのねコンボ技もさらに仕掛けていきつつですね、ヘイネスのエグさご覧いただけたらと思います。かっこよさ異常だよな、ほんとアイコンのイエスで、うーしゃー取ってからのもう理不尽じゃねえか、あんなんキーパー取れねえよ。さすがヘイネス。はい、スライド。さあ、斜めから。ヘイネスの裏。よいしょ、ここはね。ドリブルでえぐると思わせてのカットインですね。そしてお相手がこれ近距離に警戒したところで、次があれですよね、ブリッツカーブなんだよな。さあ運んでダブルタッチ。さあそしてここでブリッツカーブで決めてくる中距離ブリッツ。このパターンもあるからね、ミドルゾーンからのブリッツもあれば、ああいう中距離で決めることもできるんで、やっぱブリッツカーブって強いよな。ハットトリック強い。ブリッツガーブもしっかり決めて、この中距離ブリッツもめっちゃ好きですね。ダブルタッチ2連だから、ここでねディフェンス泳ぎは寒く、理不尽突破も見せて、ブリッツカーブも見せてあとは何を見せてくれるのかと。同じガチャに収録されてるオリバーカーンいるんでね、ただこれダブルブースターの2個目のブースターはまだつけてないね。カーン VS ヘイネスやってっか。フィネスドリブルがやっぱ楽しいね。いったぞー、いくぞー。いやーこれはファールですね。ヘイネスがドリブルで果敢に仕掛けていく。究極対ヘイネスのドリブル、ここでまた抜き。さあ行きましたね。もうこのパターンがあるからさ、ゴールキーパーディフェンダーとかもどうしようもないからね。であんまりブリッツカーブを寄せすぎたらね、次はドリブルで仕掛けるという力を持ってるんで、そりゃヘイネス強いよねっていう話ですよね。そう、ここで警戒していったらさ、ヘイネスのこのパターン、ジクロもう一発いくか、いきなり飛んでくるからね。ふい、いやーここ崩したかった今。さあこれドローオープンからいやチートじゃん、もうダメだこれは。ヘイネスコナミさん、これはちょっと出してはいけないレベルの選手なんじゃないか。さすがに強すぎんか。うわーちょっとお相手のフェンスも来る、お相手さんのヘイネスも来る。フェルマーレンとヘイネス混じってフェイネスいっちゃった。間に合う、ヘイネスのスピード感えぐる。ダブルタッチからのブリッツカーブはさすがに無理だが、メッシのバイシコー、いやー今の決めたかったな。そうここでちょっと後ろに出していってから剥がしてフィネスチョップからのさらにブリッツカーブ腕伸びるか。オーケー、ヘイネスブリッツで2得点、とんでもないコースに叩き込んでいく。正直どのブリッツもねコースめちゃくちゃ良かった中で、これえぐいっすね。2点目カーンとの対決を制した。この上から下へね落ちてくるドライブ、ヘイネスえぐすぎるって。ブリッツカーブ打ててね、まあ、遠距離警戒されたら近距離パターンもあるしね、2列目からの飛び出しね、理不尽ドリブル突破、好きないぞこれ。うわーいいとこで入ってきた、こっちもフィニッシュ行こう。オッケー、
さあ、そうして狙っていくぜ。こぼれ球フリット、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 メッシー、よし。こぼれ球絶対決めるマンです。どうもこんにちは、ボックンゲームでございます。まあ今のはでもバックフィニスからのダブルタッチが刺さったね。いやー、加速エグすぎバックフィネスダブルタッチからのヘイネスのフィジトスピシュンドリブル数値からのぶっ壊れ取り。フィネスの時間を与えないのが理想的、理想的なんだ。でここベリンガム奥まで見えるか。ヘイネスの落としにフリット、ちゃんと飛び出してきてんだよね。これが強いね、やっぱ。さあ、で来るが誰だこれ。体を入れながらナイスナイス。うーん、皆さん、これがウリヘレスです。これが良かったですね。ダブルタッチ緊急停止、バックフィネスダブルタッチで侵入していく。一体誰がヘイネスを止められるというのか。絶好調、フルパワーでいきます。お相手さんが4123ですね。そして9ヘイネスいますね。並走した時のドリブルやばいもんな。さあこういうとこ、これ球際の強さ。ナイス、走ろ。だーれー、いこそ、ままさすがに無理だったが、ハーランドを拾っていく。ダブルタッチから狙っていく。ただただヘイネスがね、えぐい回になりますよ。うわー、いける。囲まれても負けない、負けない、囲まれても負けねえ二人をさ、両脇に置きながら最後左足インパクトですよ。ちょっと考えられないシュートだよね。2点目エグすぎでしょあのパターン。2得点ともフィジカルドリブルですね。ここ見て、これ無敵感半端ねえ。最後左で決めるし、これは理不尽、ただただ理不尽。フィジカルがね、そんなに高くない選手じゃあの突破できないからね。さらにヘイネスは細かいタッチもできるから、ちょっとこれは本当に環境破壊しているぞ。きたー、誘い出して、よっしゃい、もう誰にも止められないんだ。一度スピードに乗り出して、そしてディフェンスが並走してても前から来ても関係ない。ほっ、中のパターンもあるんですよ。あそこでさ、一回ちょっとこれ外に行くパターンと見せかけてね、カットインですね。うまい。さあヘイネスをおとりにしつつ、ここいやー強いねー、あった、誰か、もう言うことない。細かさ、パワー、理不尽さ、やっぱフィジカルあるドリブラーすごいわ。今の環境にマッチしてるぜ。個人的に一番好きなのはここですね。バックフィネスからの高速スライド。お相手さんがね、1点目でバックフィネスを読んでたんだけど、そこをさらに逆をつく。ヘイネスのスライド早すぎ。それではラストヘイネス、いきましょう。やっぱね、ぶち壊れてるね。で、最後なんですけど、一応この試合の後もね、やろうと思うんで、そこはね、プレイ集で、ダイジェスト風で、流そうかな。最後までお楽しみください。しゃあ行こう。きたー、いやー、うまい。
で、一回キープします。体も入れながら、あざーす、入ったー。これはラスト試合にふさわしいスーパーゴールだ。もう言うことないね。中央付近からドリブル突破してダブルタッチ、挟みつつミリスも挟みつつ、神様コーチにブリッツガーブ。きた、うおーしゃー、よーし、このキック、ただ硬いね、ついてきますね、あそこのチョップにも。エネスかっこいい。さあ、ドゥアーエグい、そこのチョップエグいわ。軸裏チョップ、まあ、新たな軸裏ターンモーションですよね。ちょっとエッジターン味があるというか、クリスティアーノ・ロナウドとかネイマールとかがね、よくやってたチョップみたいな感じだよね。2得点ともスーパーでした。ということでね、スーパープレッシュご覧ください、どうぞ。よいしょ、で体を張りながら低弾道ライジン、いやうまい。さあどうする、 OK、 ダブタからのキャンセルブリッジで縦回転 OK、 これバックフィニッシュからの形ですね。さあエゼクルがヘイネス負けない、もう自分でいっちゃおう、自分でいっちゃいましょう強すぎる、ナイス、スルーパスうめー。さあでここでターンして、オッケー、ブリッツ壁。はい、ということで今回は新登場したブリッツ壁持ち究極神ぶっ壊れウリヘレス免許でした。ダブルブースターからのね、ドリブル力半端ない、フィジカルもあるからそこ抑えながら、なんていうのかな、もうゴリゴリいける感じがたまんないからね。決定力あるのがめっちゃ強いんだよな、やっぱそっからブリッツの得点力もあるし、ぜひ皆さん獲得して使ってみてください。またしょう、さよなら、バイバイ。